はい、おはようございます。今日は里という字を書いてみました。こちらの、楷書と行書と草書ですね。この3個をねちょっと比べてみてください。ちょっと違いがあると思います。このあたりとあとこれはもう全部違うように見えますけど、はい、まず行書から、書き方をやっていきたいと思います。ポイントとなるのはこの少し印つけた部分、このね下の部分が慣れると書きやすいと思いますので、はい、書いてみますね。ちょっとねこの辺にしましょうか。はい、こう来てこうですね。まずねで 1,2 これはいいですよね。で 3、左側出してここからこうです。ここ結構こちらに行きたくなるんですけど、ここから遠くでいいですよ。でこういう風に来てこちらにこうで、これポイントとなるのはここが長いですね。長くて右側が短いで、次左が短くて右が長いんですけど、こう角度が大事です。こちら下下がってくるようにします。こちらは上がるようにします。こういう関係ですよね。でこれもう一つお伝えしておくと、書き順がちょっとすいません、こっからこう来て、横横横横で縦貫くっていう書き方も書道の中ではこれはあります。で、まあ、学校でね習う書き方でいいと思います。それから草書のことを少し言っておくと、書き順はこちらはこういう風に、こちらが先ですね。で1点打ってこちら来て、行書と同じようにここ、こんな感じでこういう風にね作っていきます。そうするとこちらは名前とかで結構使ってる方が多いと思いますので、サインなんか書くときにねこれ書けると早く書けていいかなと思います。ということで今日はこちらの3つ、楷書についてはねやってませんけど、まあ、見た通りこちらは均等にすると綺麗です。それから結構寸胴な字なので、頭が結構大きく、ここ1対1ぐらいだと思ってください。はい、あまりね足が長すぎないようにしましょう。はい、それでは失礼します。